私ストーマー患者でしょ。私で、あのね、このストーマーをね、その保管する袋ってあるでしょ。これはさ、あのカバーもいいんだけどね、これも案外便利なんだよね。これ私これ使ってます。これ昔のスマホを入れるケース、昔スマホ入れたでしょ、この中にストーマーをこう入れます。ここにこう当てて、こうさ、ストーマーを中に入れて、これはねアンドロイド時代のあれだね。これベルト通してさ、ほらベルト通してここにストーマーを入れて、ベルトを軽くしますね。そうすると走れますから、パタクタパタクタさ、なんかいい方法ないかなと思ってさ、そしたらばこの方法があったのね。これは結構便利です。これ100円ショップで売ってるから。あのベルトは100円ショップじゃないよ。このストーマーを入れるさ、ここにこう入れとけばいいのね。そうするとストーマーがプラ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 しないから、そういうふうに使いましょう、うん、ストーマー患者の人へそのように使っております。私ね、仕方がないよね、こういう体になってしまったからさ。だからね、いろんなしなりのアイディアを、うん、駆使して配信しております。これが私のアイディアでございます。なんかいっぱいだよね、ここにもあるしさ。これそうすると走れんだよ、ポッ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 ポ。その人の苦労はさ、そういうふうになってみないとわからないからね。だから私はね、身体障害者に対しては、うん、一切何も言いません。普通にね接しますね。あの特別扱いはしません。その人の身になってみないとわからないから、変に気を使うとね嫌がるからね。だからね、普通にね、そのように使いましょう。ちょっと走れるようになります。これがプラプラしないからね。これが私のアイデアです、アドバイスです。ストーマー患者への私のアドバイス、これはずきルーペ。本当は病院の先生はね、腹に力入れるなって言われてんだけどね、でも私ラッパ吹きたいもんさ。どうもこんにちはです。今日は2021年7月の17日土曜日です。今日も Windows のバージョンアップやってきました、うん、あのグラフィックのね、グラフィックのインテル進めているグラフィックのバージョンアップ、あのインテルマーカルでしょ、あのこのネジ回すのさ、あのアプリを入れておいて起動するとね、何のファイルがバージョンアップできるかさ、あのインテルのねが分かるようになってます。今日も真っ黒三振、今日話すことだけ暑いからね。今日も例のこと、これ三連、クイホドブラに挑戦してみましょうね。クイホドブラ難しいだからね。ほら、これで、なんと今日曲かな、今度はね。スイピート。
難しい。はぁー。汗、帰る。バイバイ。